とあるハイカーのランチタイム。こんにちは、毎度おなじみ流浪のハイカー高倉でございます。私は今パシフィッククレストトレイルにおります。今のところ3時間52分 14.8 だいたい15キロぐらい歩いています。お腹が減りましたんで食べます。ご飯を、ご飯を食べると荷物が軽くなる、そしてエネルギーになる。休憩するときはこういった日陰で、ちょっと今こんな感じでセクシーモードでズボンは履いてます。じゃあ紹介します。何を食べてるんでしょうか、ハイカー高倉ランチ。っていうか他の人何食べてるんだろうな。ロングトレイルハイクですとかお好きな方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で何を食べてるか教えてください。僕の場合はこんな感じ。チャッチャラチャラララッタッチャー、チャッチャラチャラチャララッチャッチャー。はい、今日のランチはトルティーヤ、このまま食べれるやつ、これを2枚食べますよ。ここにですね、なんとチーズを乗せます。贅沢ですね。チーズお好きな方はぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次にもう一枚、チーズは結構重たいので序盤にガンガン消費していきます。そしてここにじゃじゃーん、オーガニックカレーパウダー。こういったものはしばらく使うものは結構いいやつを選んでもいいんじゃないかなと思います。オーガニックショップで買ったやつ、美味しいんですよね。結構多いな、多めに入れちゃったな。よし、カレーのやつはね二重にして。収納します。そして決め手はじゃじゃーん、ツナ、ツナですね。 17g プロテイン、80カロリー。よいしょ、これをこうです。味変で、まあ、カレーにする場合もありますし、ブラックペッパーも持ってきてるので、ブラックペッパーとかだったりします。まあ、このツナの袋パウチっていうのは結構使えると思います。ニュージーランドでもよく使ってました。他のロングトレイル歩かれてる方々も使っておられますでしょうか。よいしょ、はい、じゃあ食べたいと思います。贅沢ですね、スーパーゴージャスランチ。いただきます。これをこういう風にぐるぐると巻いて、うん、グッ。これにお水と、今日のメインの行動食はオレオとハイボール。美味しいです。今日も暑いですね。今回ちょっと買い忘れてるんですけども、これにフライドオニオンとか乗せる場合もあります。軽かったりですとか、収納効率、パッキング効率が良いものですとか、そういったものを選んで食べていたりしますね。お昼は特にこういう風に火を使わずに食べれるものっていうのは重宝すると思います。皆さんは海外でロングトレイルするとき、何をメインにランチ食べておられますか？ぜひコメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。こちらの YouTube チャンネルでは、山と旅、アウトドアと暮らし、アウトドアライフをテーマに様々な動画をお届けしております。ご興味持っていただける方はぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ちょっと動画の
更新ですとか途絶え途絶えになると思いますけども、たまに近況報告させていただきます。ちなみに今服を乾かしたり、インソール出してちょっと乾かしたり、太陽で充電したりしてます。